おたほのスズミロを崩せどうも、皆さん、こんにちは、おたほです。今日を組むキットは、これだリアルグレード、エヴァンゲリオン、試作、0号機だはぁ <laughs> <laughs> 全国のエヴァや野郎、ガング野郎、模型野郎、集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっこはぜひ、大人と一緒に見てね。 それでは早速レビュー行こう <laughs> ここ最近結構エヴァンゲリオンのガングレビューやってるんだけど、これはリアルグレード。プラモデルですね。前回このリアルグレードの初号機を組んだんだけど、今回は試作0号機。ちょうどね、今頃、エヴァ2020。劇場版がもう間もなくといったところかな、公開されてたんだけど、まあそこに合わせたタイミングでね、これが発売されたと思います。早く劇場版見たいね。というわけでね、パッケージこんな感じ。 アヤナミレイが乗る試作0号機。これは劇場版のカラーリングとなっていて、イエローですね。僕はテレビ版のブルーも馴染みがあるんだけど、うん、この劇場版のイエローもかっこいいね。で、商品としては2つタイプがあって、これが通常版。で、デラックス溶電子砲セットっていうのもあったんだよね。ほら、あの、ヤシマ作戦で,でさ、かがんで撃つ、あの、でっかい銃。あれとのセットもあったんだけど、まあちょっと僕は、 予約にちょっと出遅れて、まあ、通常版となっています。パッケージの横。大きさがね、組み上げると175ミ、mm、リ。そこそこね、ボリュームがあります。うん。あの初号機でね、のレビューご覧いただいた方はね、もうご存知だと思います。もう驚異の色分け。もう本当にね、素晴らしいですね。反対側はこんな感じ。ポージングももちろん、こんな感じでね、ぐりぐりと動きます。オッケーロオケーロ じゃーんおーキットがね、いっぱい入っています。早速見ていこうメインカラーのイエローはこんな感じ。いい色だね。それからレッドもあります。あとはアクセントカラーのグリーン。他には、お、これはリアルスティックデカールですね。結構量があります。後ろはこんな感じ。ホワイトに濃いグレー。どんどん行こうグレーにホワイト。クリアーパーツの、えー、グリーン。 おこれは、あの、目に当たる部分のセンサーのところだね。それから、レッド。レッドというか、うん、色味の違うね。レッドがありますね。それから、イエロー。あとは、薄いグレー。同じようなカラーでも微妙に違ったりするんだよね。こういうところいいね。あとは、レッド。こんな感じ。ブラック。それから、それから、おこれはシルバーですね。あ、えっ、ー、と、アンビリカルケーブルのところかな。それから、ホワイト。 まあね、量はね、そこそこあります。イエロー。これも色味的にはね、あ、よーく見ると違うね。イエローも2色あります。それから、これが最後のランナーかなハンドパーツなんかがあります。パレットライフル。それから、エントリープラグの、あ、エントリープラグに、<laughs> アンビリカルケーブルのね、あの、チューブがあります。キットは以上。それから、説明書を見ていこう。 あやなみな、これさ、女の時にさ、陽電子砲打ってたけど。エヴァ早く劇場版見たいなーこんな感じですね。まあ、基本的にはね、まあ、違うんだよ、母ちゃんだよね、エヴァはね。うんうん。だから、たい初号機と同じようなところも結構多いんじゃないかなと思います。前回組んだ時はね、パーツがかなり細かかったです。これはリアルグレードってね、 どの切ってもそうなんだけど、細かいので、まあ、パーツの紛失にまず気をつけたいところだね。ゆっくり組んでいきます。でね、これ絵が大きいんで、うん、安心してね、こう見えますね。こう中にはさ、超小さく書いてあるやつとかあるけどね。かなり大きく。うん。イラストがあるのでね、わかりやすいですね。どんどん組んでいくという感じ。胴体を組んだら今度は頭部。ここは新規、いい造形のパーツとなってますね。足。 前回どのくらいで組んだかな本当にね、パチ組みでもね、十分なクオリティなんで、ゆっくり組みたいところだね。こんな感じです。一通り組んで、これで完成ですね。もし溶電手法があれば、まあそれを、こう、さらに組み立てるという感じですね。で、後ろはね、リアリスティックデカールをこう、貼る指示があります。さあ、というわけでね、8割ぐらい組み立てると、こうなります おーできたーあのね、前回初号機組んだ時が、確か輸送代も含めて4時間ぐらいだったんだけども、今回はね、墨入れを軽く施して、全部組んでね、3時間もかかってないんですよね。結構さっくりと組めました。早速見ていこう。リアリスティックデカールは、えっとね、前回ほとんど貼ったんだけど、今回はね、あえて貼らなかった。 擦れ、遊組んだ後に結構擦れを、うん、気にせずね、遊びたい場合はあんまり貼らない方が僕はいいんじゃないかなと思う。なんかちょっとこう所要の部分だけ。うん、少し貼りました。それから武装。パレットライフル。これは初号機の時と同じですね。同じくアンビリカルケーブル。プログレッシブナイフ。あとは初号機同様。豊富なハンドパーツ。あと、今回のキットはコンパチーブルの仕様となっていて、通常の0号機。それから貝。 それがね、選べます。これ分かりやすいところで言うとね、胸部のパーツとか、あとウェポンベイのラックのところ、肩のあの張り出したやつ。うん、これがある方とない方があ、コンパチで選べます。これらのパーツをね、差し替えます。さあ、というわけでね、組んでいこう。どこがこう差し替えになるかね、それも説明を交えて組んでいきます。基本的にはね、初号機と大体同じです。これ本当にね、色分けがすごいよね。 こんな感じで組んでいき、これで片足の完成ですね。で、あの、通常の0号機は、ここ、このパーツがね、白いやつになってます。これに交換すると。で、えー、このように、組んでいけば、これで完成。じゃんこんな感じですね。それから次は胴体。前回初号機の時にお見せできなかったんだけど、ここにコアがあります。 0号機ってコアがあるんだっけ <laughs> ま、細かいことは、とりあえず置いといて。で、ここがね、さっきの、このパーツですね。胸部パーツね、よーく見るとちょっと違うんですね。ごめん、これまだ組み立ててない。これがいわゆる2号機のやつと同じです。まあ、回。あの、後からね、回収されたバージョンです。こっちが、えー、の、回収前のやつですね。少しデザインが違います。今回はこっちを取り付けます。こうね、見えないところもちゃんと再現されているところがすごい。 色分けも細かいですね。そしたら、下半身。上半身を、このように接続。か。そしたら、今度は腕回り。あの、前回に組んだ初号機。これがね、こここの軸のところにこう接続するんだけど、ここがね、少し緩くなってましたね。あまりここはね、ぐりぐり動かさない方がいいなと思いました。で、この肩なんだけども、回収前のやつがこれですね。 この、これがないやつですね。あとは、すごい細かいんだけど、ここのパーツが、この内部が、あー、これ違いわかるかな。こっちがイエローになってて、こっちがレッドになってます。こういったところをちょっと差し替えるって感じ。で、共通のパーツもあるんで、簡単にね、まあ、こう差し替えできない感じになってます。少し、あの、差し替えに時間がかかるという感じですね。胴体に接続。 エヴァって結構、なんだろうな、こう、空張りとか、うん、機体のバリエーションが多いんで、結構ね、色々発売されそうだよね。さあ、そしたら最後は、頭部とエントリープラー前回説明した通り、シールを貼ると、あの、胴体の中に収納できない。あ、だからね、こう、ちょっと真っ白なんだけど、造形がちゃんとしています。それから、頭部。造形はこのようになっています。センサーのところがね、クリアパーツになっていて、色分けも完璧です。 これはね、どっちからいこうか。頭部今回はね、頭部を先に取り付けよう。これに取り付けて、最後はエントリープラグ。これもね、あの、劇中と同様の工程で、このようにセットできます。こうして最後に押し込むと。こういう風になってます。頭部を起こせば、これで完成エヴァンゲリオン0号機械だ おー、見事にできましたこの色分けがすごい完璧だよね。あの、初号機の時にも思ったけど、バンダイ。脅威のメカニズム。早速ね、近くで見てみよう。うん。あの、初号機と比べてね、変わってるところがいくつかあります。うん、本当にこの色,色分けがすごい。でも本当にパチ組みで、もうこれだけのクオリティなんですよね。素晴らしいです。全体のプロポーションはこんな感じ。うん、本当にあの、エヴァの。 プロポーションをね、ちゃんと再現しています。横。そして、後ろ。近くでじっくり見ていこうまずは上半身、および、頭部のアップ。この頭部が今回、新規造形パーツとなっています。センターの、えー、センサーの部分は全てクリアパーツになってて、クリアレッドとクリアグリーンのパーツになっています。細かい部分のレッドとかホワイト、イエロー。全て、えー、プラによる色分けですね。後ろから見るとこんな感じ。 ちょっとここにスミ入れ入れたんだけど、ここにゼロのね、えー、マークがちゃんとあります。それから胸部。ここも、えー、新規造形パーツとなっています。あとはね、この肩の部分。このパーツもね、ちょっと造形が変わっています。この横。ここの、レッド、グリーン、えー、ブラック。これ全部、プラによる色分けです。で、真ん中にステッカーが貼ってあります。こんな細かいところもね、色分けされてるっていうところがすごいよね。腕。それから股間の部分。 うん、本当にすごいです。それから足回り。ここら辺はたいまあ普通のエヴァと同じようなあ感じかな。ここら辺がちょっとこう、新規造形になっているという感じです。テレビ版の綾波もいいけど、劇場版のさああもいいよね。それから可動範囲なんだけど、まあ前回初号機で説明した通りかなりグリグリ動きます。ストーブ。ここら辺もね、あの、すごく。 動いて、まあ、お腹ですね。ここはなんかいかにも動きそうな感じなんだけど、こう、蛇腹的な感じでね、動きます。あとは足その初号機のレビューの時に足があまり開かないって言ったんだけど、これちゃんとね、横まで開くんですね。細かい、なんていうのかな、こういう、鋼の筋肉を持った腎臓人間という感じでね、こう、中の内部フレームっぽいものも連動して動くっていうのがすごい。こう、膝をね、二重関節で曲げることができます。ここもね、少し浮き上がります。こんな感じ。 ま、掃除でぐりぐり動きます。あ、あと足の裏はこういう風になっていて。これね、ここもね、全部色分けです。各部を動かして、アクション武器のパレットライフルを手に持たせました。このようにね、可動範囲もかなり広いので、かっこいいポーズを取らせることができます。それから、じゃんパーツを差し替えると、こんな感じ。あの、元々のデザインがこのようになってますね。肩のウェポンベイがないのと、あとは胸部パーツ。 ここも元のパーツと比べてみよう。こういう感じ。少し違いますね。こういう感じか。うん。よーく見るとね、違います。それから足元のホワイトのところ。肩のこのパーツがないところとか、ちょっとしたところなんだけど、こっちの方がなんかこう、0号機らしいといえば、らしいよね。さあ、そして最後は比較。初号機と一緒に並べるとこんな感じです。 ああ、こっちのバージョンに戻すと、うん、だいぶ違いがありますね。<laughs> こんな感じ。ちょっと近くで見てみようか。頭部のアップ。頭部全然違います。それから胸部。ちなみにね、初号機の方が結構作りが細かいんだよね。胸部のところとか頭部。なので制作時間的には、うん、そうだね、やっぱり0号機の方がこう簡単に組めたかな。まあ2つ目っていうのもあるからね。足回りはだいたい同じです。 で、肩のパーツなんだけど、さっきのパーツがこれです。このイエローのところ。この初号機のやつはね、ちょっとこう穴が開いたようなデザインになっているんだけど、これはないです。後ろから見ると、こんな感じ。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のリアルグレードエヴァンゲリオン試作0号機のレビュー、いかがだったでしょうかこう一緒に組んで遊んだ気持ちになってもらえたなら、本当に嬉しく思います。 うん、本当に、初号機同様、やっぱりね、バンダイ脅威のメカニズムという感じでね、色分けもほとんど再現されていて、本当にパチ組でもこれだけのクオリティです。やっぱりね、デラックスセットの方が溶電手法がついてるからね、こう、なんていうのかな、遊ぶっていう意味においては、やっぱりそっちの方がプレイバリュー高いと思うんだけどね、まあ、本体だけでもいいっていうんであればね、ぜひ、全然こっちでも問題ないと思います。エヴァンゲリオンは期待がたくさんあるんで、今後もどんどん発売されそうだね。 そうして大満足です。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 俺もエヴァが好きだ。このキットが気に入ったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローも、どうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、たファー。劇場版楽しみだね、とか。あー、このキット、本当にすごいよね、とか。 なあ、オタファ。次はあのキットを組んでくれといったリクエストなど。どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタフでしょうまた会う日まで。またね